はい、こんにちは、みちみちです。本日もよろしくお願いします。本日はですね、これをあげますね、今からね。これ豆腐ですね、豆腐。はい、これね、たまにじゃないですけど、1週間に一遍ぐらいはね、うちでは豆腐あげるんですけど、豆腐についてね、ちょっと調べてみましたね。豆腐はですね、植物性でありますが、高カロリー、高タンパク質みたいですね。絹こしと、木綿があるみたいですけどね。絹こしの方がカロリーや栄養分が若干低いのでおすすめですって書いてあります。あとですね、注意しないといけないのが、冷蔵庫なんかに入ってる時なんかね、ちょっと冷たいんで、常温に戻してキッチンペーパーなどで軽く水を切ってから与えてくださいって書いてありますね。水分が多いんでね、ちょっと下痢とかになっちゃまずいんで、十分に水分を取ってから与える方がいいみたいですね。あとですね、栄養をとても多く含むので頻繁に与えないでくださいって書いてあります。これもおやつ程度でいいってことですかね。中にはね、お水をあげない代わりにね、こういうもので水分補給をしてるなんていう動画もね、見たことありますんでね。あとですね、豆腐はハムスターが弱っている時なんかね、硬いものも食べれないんで、こういう柔らかいものをね、あげるのもいいって書いてありますね。もういらないのかな。あとですね、絹こしより木綿の方が粗いんで、そっちの方が水分が少ないっていう方もね、おりますんでね、ちょっとどちらがいいのか分かりませんけど、はい、これね、女の子の部屋ですね。ちょっと男の子、次行ってみます。はい、男子部屋ですね。はい、まだみんな寝てるかな。ちょっと起こしましょうかね。おい、豆腐があるよ。はい、ですね、こういう生ものはですね、やっぱ口の中にいっぱい含んでね、貯蔵庫とか持ってくとちょっと傷みやすいんでね、ちょっと不衛生というか、そういう方にはね、こういうのがいいかもしれませんね。これサクサク王国豆腐って、これ乾燥した豆腐ですよね。こういうのもいいと思います。以前紹介したんですけどね。与えすぎには注意しましょうということですね。はい、といったわけで、本日は豆腐についてちょっとご紹介いたしました。はい、では最後まで本日もご視聴ありがとうございました。また
次回の動画もよろしくお願いいたします。あ、それでですね、ちょっとゲージをねまたいじくったんですよね。これ男子部屋なんですけど、こう階段がありますよね。このここに穴を開けて、これがですねパイプでつながって2階につながってるんですよね。なのでね、これ2階建てになってますね。2階建てはい、といったわけでございました。はい、では次回の動画もよろしくお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。